このマダラがお前を最強と呼んでやる。いろ、ラガーイ。ガイ先生、これがガイの最後の技。どうなった？死ぬところだったぜ。こやつめ、偶然の灯火だから楽しませてくれた。グドウ玉を蹴るだと？激マヨ先生。ナルト、いや、なんとなく前とは違うな。自分でも不思議に思うってばよ。今なら全部を変えられそうだ。天結のチャクラが消えない。どういうことだ？一体何をした？八門の最後を止めたとでも言うのか？グドウ玉といい、触れているのになぜ？まだ回復が完全ではないからか。京都ラテンシュ、なぜリンボーかわした？木が切れた。誰だ？ナルトがやったのか？あそこにはガイ先生も。八門は全て開いたはずなのに。マダラのこの棒に触れても平気とは？死にかけている間に何があったと？そういうことか。四代目のマーキングとリンクさせておいたから。彼の風がまた強さを。ここから先は私たちは足手まといにしかならないよ。おい、何諦めようとしてんだよお前ら。お前が火影になったら一緒に杯を交わそう。おい、オビト、お前。だから本当はこんなこと言いたくはないけど、ナルトを助けてくれてありがとう。最後に頼みたいことがある。そうか、真珠そのものが。おじいちゃんの片方の力。お前では俺を倒せん。俺らで倒すんだってばよ。俺はその二つの力を両方合わせ持つ存在だ。どっちが上か決着をつけてくれよ。先方、イントンライハ。よそ見すんなってばよ。先方、ラントンコーナー。これはもう一人のマダラだ。どうやらもう一人のマダラにはこちら側からの物理攻撃は効果がないようだ。どうやってこれほどの力を急に得たというのだ？あのウチハサスケ、奴は唯一俺と同じ直友へのシャリンガンを開眼していた。これがお前の左目の能力か？あの右腕の傷、最初にナルトの攻撃をガードした時にできたもの。俺は目に見える方をやる。ただし、お前に命令されっとイラつくのは。次も千人の力のまま術を準備しろ。動きを封じる術がいい。リンボの継続時間とその発動間隔、そしてそれに対する対処法を想定したく。今さらそんなことはどうでもいい。何があったにしろ今のこいつらはただのガキではないと理解しなければ。
なんだ。サスケ、こいつは俺が止めてっから、本体を急げ。サスケ、マダラの先には。うわ。だがさすがに早いな、サスケ。上半身だけを。分かってる。カカシ先生、向こうの状況は。カカシ先生、その左目。それよりオビトはどうなった。マダラがカムイでそっちへ飛んでった。少しでも気を抜けば、クロゼツにこのリンネガンごと体を奪われてしまう。恐ろしいことになる。恐ろしいこと？これ以上どうなるっていうのよ。本来の持ち主でない俺が片目だけでここまでできた。二つ揃って初めてその力を発揮するまい方がいい。この左目を潰してくれ。心臓に仕込んでいた受印札が消えている。カカシに貫かせ、排除した。死ぬかもしれぬ賭けだったが、俺はあんたの思い通りにはならないのさ。仕込まれた体の中からそれを取り除こうとすれば、行動が抑制される仕組み。二人とも全く同じやり方で排除するとは面白い。隠れではない。カカシが敵に向けた技を利用して命がけで阻止したい。お前の力を解放させ、その歩道を見るためでも。君の言ってたリンとバカカシってのがヤバいよ。何があった。数十人に囲まれてるみたい。それもみんな凄腕の上人。カカシの手で小娘が死んだのは出来すぎだったがな。どっちにしろ傀儡の忍びで殺すつもりだったんだ。闇がなければ作ればよい。自分だけが違うと思うのは、凛への、仲間への、火影への、忍びへの深い愛情。その左目を。マダラがいつ出てくるかもわからない。気を張っておけ。何をしようっての、ナルト。おい。いいからいいから。マダラがカカシの目を奪い、オビトのところに。そうだな、まずは自己紹介してもらおう。嫌いなものはお湯を入れてからの3分間。将来の夢は。それから、夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望は。夢も言っちゃおうかな。お前はもうおかげを越してるよ、ナルト。何があろうと、ついたサスケを切り捨てず、闇から救うのは自分の役目だと思っている。血であったにもかかわらず、お前のことは何も分かってやれなかった。火影になる、そういった本当の意味、それって。こうしてかつての第七班が揃ったのも。前来るよ。お前たち、鈴取りの最初の演習を覚えてるな。チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつが。この体をもらった、気のいい話だろ。まるでわがままなクソガキだ。無理もない、この眼力。綱手様、私やっと二人に追いつけたみたいです。娘と同じ再生体の術か。なんだ。サスケ君は私のこと、あの左目、リンネガン。陸道の力、前の時よりでき。来た。石碑の内容によれば、夜を照らせ無限つくよみ。